えー、皆さん、こんにちは。あのー、今日はね、えー、この、また質問にお答えするんですけど、あのーね、ね、えー、たまたまね、あの、僕はこの、都市のうちはこう変わるっていうね、あの、本を出してまして、で、これに伴うね、質問が来たんで、えー、ね、あの、都合がいいので、あの、お答えしようと思ってるんですね。で、ご質問ですね、えー、こんにちは、ね、えー、2022年問題、生産緑地問題について、 どのようになる、どのようになるのか教えてもらえますか不動産業者の立場としてということで、これ業者さんなのかね、あのー、ね、えー、こういう質問いただいたんだけども、実はこのね、プラチナ出版でさ、この年のうちはこう変わるっていうね、えー、ことで書かせてもらったんだけど、これ結局さ、年のうちのね、あの、言葉が書かれてると思ってるんだけど、これね、例の2022年問題なんですよ。で、この2022年問題の、 おおことを書かせていただいて、で、これがね、どういう形にえ影響するのかっていうのをですね、あの、実はこの、えーハウスメーカーさんとかね、あの、ま、不動産業者さんとか、あぁ、竹評価者もさせてもらったかな。 で言うんで、セミナーあったんで、このレジュメ <laughs> があったんで、これをもとにね、説明した方がいいと思うんで、えー、ごせ解説として、えー、ご説明しようと思うんですね。ただね、ハウスメーカーさんの講演でこれがあったらいきなり呼ばれなくなった <laughs>。というくらいね、ちょっと怖い話なんだ。でね、あのー、ま、あじゃあ、 あ生産力士の基礎知識ってどういうことなんですかってことなんですね。で、今日初めて聞く方もいるから、あその解説から始めさせてもらいますけれども、まあ、都市農家の所得問題っていうのがあってね。で、この都市農地は営農採算が悪く、ね、えー、アパート系などの土地活用で不動産所得を得てるわけ。えつまり、ね、えっ、ー、と、農家の所得が、まあ、610万円、えー、ですね。えー、で、えー、まあ、平均でね、 で、そのうち農業所得はね、25%。ね。で、不動産所得は65%なんですよ。そうなると、お要は、えー、農所得では食えないから。結局、都市のうちの人たちは、アパート経営の収入で食ってるってことだけなんだよね。で、いうことで、えー、まあ、後継者問題ね、えー、誰も継がない。34.6%。 でえー、誰かがついてくれると思うというのが28.2%まあなんかこういう消極的なねあのー、結果なんですよ。と約3分の1の都市農家には後継者がいないのね、えー、実はあのこの三浦市にも例えば僕の住んでいる、えー、土地のね土地は自宅の裏も前もあの生産力士なんですよ。でだからま、ね、もなく 生産力士の問題が出てくるわけね。で、いうことで、えー、ですね、まあ、重くし、重くのしかかる、えー、税負担っていうことでですね、相続税の負担が重いのが点、6ーセ5 3ですよ。だからもう、都市農地持ってるだけで、相続税大変だ。ね、あとは、固定資産税の負担が重い。これ、相当軽減されてるんだけど、宅地化したところの、 お要するに固定資産税は非常に高いので、えー、それがですね、えー、重いと思っているのが63.7%、まあ。税負担きついなと。で、第3、三大の、えー、三大都市圏の市街化区域内の農地の推移ってことで、3、えー、大都市圏はですね、あの、どんどんもう農業をやめて、宅地化が進んでるんだけど、生産緑地の場合は、あもう、ある一定の約束があるから、あの、やめないでね。 頑張っちゃってきてるっていうことなんですよ。で、えー、生産力値でどのくらいあるんですかってことなんですけども、えー、全国の合計が13,653.7ヘクタール。うーね、東京ドームの、まあ、約3,000個分だよね。えー、2,917個分あるわけ。で、これが農地になってるんだけども、あのー、相続税の猶予が 適用される割合ってのどのくらいですかっていうと、えー、都内の生産力士の3分の1強が納税猶予を受けている。ね。えー、3分の2弱が22年以降、買い取り申し出の可能性があるということ。つまり、えー、この都市農地の、まあ、2022年問題、問題と言われているのは、2022年で生産力士のね、えー、期限が切れるので、それを待ってですね、売却する人が、 増えてくる。っていうような形なのね。で、結局慌てて今ね、あの、まあ、またその延長をできるような仕組みにはなってるんだけども、まあ、とりあえず2022年には、一回そのですね、えー、生産緑地を解除することができる。で、生産緑地法って何かっていうとですね、1974年6月1日にですね、 えー、施行された法律で、えー、この制度により否定された土地または森林のことを生産緑地と呼びます。で、えー、大都市圏など一部地域において、えー、都市化が急激に進んでいることによって、えー、いわゆる、えー、タクシナミ課税いうことで農地にねいっぺんにタクシー並みにしちゃったわけそうした時に当然慌てるよね。で結果的にですねこの生産緑地っていう制度を作,作ったというかもともとあったやつね、まあ、これに乗ることによってじゃあ あ固定産税を安くしてあげるよというシステムが生まれたわけ。簡単に言うとね。で、まあ、あのー、そういう中でですね、えー、まああ、ね、えー、長期に営農することで課税を農地並みにした長期営農計、えー、長期営農継続制度っていうのが1991年に一回廃止になったんですよ。 で廃止になって、えー、市街区域内の農地についてはだけどここで大問題になって俺はもう農業無理だことになって結局1992年にですね、えー、この生産緑地の制度に乗ることによって、ねえー、20年間ですね、えー、あ30年か30年間あのー、ねえ小手産税のお猶予を受けることができた。ね ということになって、えー、結果的にですねその30年後がで,すで、えーね、農地課税の扱いが異なる自治体によって、えー、あ異なる自治体があってですね、まあ、あの東京23区では、まあ、首都圏近畿圏中部圏内の政令指定都市と東京23区だねの中で、えーまあ、あ指定を受ける場所だけ。 決められたんでそこの指定を受ける場所の人たちは生産力に残ったわけだよねで、ところがねこのまあ細かいことはあれなんだけどこの固定資産税のどれくらい軽減を受けてるかっていうのをね計算してみると例えばあこれ東京都ね、えー、で、えー、田んぼ畑、えー、なんですけどもおこのですね 10R 単位あたりなんだよで、普通路線化って1平米あたりなのね 1> で1平米あたり何万円とか何十万円とかいう世界だよね東京都内だから。だけど 10R あたり田んぼだったらですね90万円とか84万円とかいうことだよね。でこれを計算してみるとどうなるのってことですけども畑の場合84万円を 10R で割ると、まあ、1R は100平米。 えっ、ーえー、と、100平米だね。10R は1000平米になるので、84万円を1000平米で割ると、ね、840円なんだよ。<laughs> だいたいさ、ね、6 0か八十84万円くらいのとこはいくらでもあるのに、ね、840で済んじゃってるわけ。だから当然だけど固定資産で安いよねっていうことなんだよ。で、えー、これね、見ると、東京都ね、えー、各区、 市の生産緑地面積っていうことで、えー、ですね、えー、見るとですねこの世田谷区ねの、えー、の面積ね、えー、があってこれをね地図で落とし込むとねねだいたいこのね生産緑地見るとこんなとこ世田谷ですよこれ見るとわかるけどさね電一丁とか戸隠とかねあのー、この近くにさこんなにあるんだよ。 ここれれが生産力解除されたらどうななりますすかってことなんですよ当然供給されるよねっていうことなのね。で、えー、まあこれね洋画とか双子玉二子玉ね,ね有名なあ高級分譲地ですよ。で上野名もそうだよねあと小駒沢公園とか自由が丘とか田園まあ高校に囲まれたところに大量なさ土地が供給される可能性があるわけ。で、えー、まあ神奈川県ではどういうとこってなると実はさ川崎と横浜で。 ね、六百ヘクタール以上あるんですよ。ね、で、これ見るとね、鎌倉市、三浦市、二 <laughs> 十ヘクタール <laughs>。 かわいいもんじゃん。で、三浦市のさ、20ヘクタールな大したことないよって売れてたところでさ、ね、土地供給されてもそんなにさ、需要ないけど、ね、だって川崎、横浜で600ヘクタール以上さ、ね、供給されちゃうんだぜっていうことなんだよ。で、えー、大阪ね、えー、では、帰宅界隈で、まあ、こんな地図で落とし込むと、まあ、駅から結構遠いとこなんだよね。だから大阪の人たちはもうさ、もう生産力者なんかもうどっととやめて、 土地活用しちゃってるっていうことなんだよね。だあんまり影響ないんじゃないかなと思うの。で、名古屋もこう見るとね、こうやって落とし込むと。あのー、これ、何側だっけな。ね、庄内側っていうのか。ね、そういうところに沿って、えー、点在して残ってるけど。まあ、この辺りが供給されたところで。えー、まあ、名古屋の場合は岐。岐阜とかね。広い広大な敷地があるから、そんなに影響ないな。だ、やっぱり、この生産力地についても。 まあ東京都内が一番問題が出るよねっていうことなんですよ。で、まあ生産緑地のデメリットですね。あのちょっと時間がね、えー、今日 YouTube なんで架、えー、け橋で喋ると、あの指定解除っていうね、えー、この要件は生産緑地の指定後30年を経過すれば解除できる。まあこれが2022年問題になります。で、えー、土地所有者または主たるね、えー、従事者の えっ、ーえー、と、疾病障害ですね。で、えー、農業が継続でき、困難な場合はあ、指定も解除できるということなんだけども、まあ、それ以外なかなか難しいよねって。で、特にね、死んだ時なんだ、問題は。で、この、おね、えーし、死亡により相続した者が農業を営まない、いえっ、ー、と、営まない場合、ね、えー、営農をやめた場合は解除ができたわけ。ところが、このね、 当時、その、ね、えー、じゃあお父さんが亡くなって子供が継承しないとなると、このね、生産緑地を解除すると、今度相続税が急激に上がっちゃうわけ。だから払えないですよ。だから結局映像し、えっ、ー、と、映納せ,せざるを得ないというわけで、えー、ですね、あのー、そのね、えー、今問題になってるのは、その30年間で相続でその土地を受けた人が、 一番なな状況になっているととうこと、ね、でえー、じゃあですねこのどういう現象が起きるかっていうとですねあのまあ三大都市圏で1万3,000ヘクタールその8割が2022年に否、えー、定から30年を迎えるということがですね2022年問題なんですよということ。まあ、これ聞いただけでもねこの都市農地の問題じゃなくて そこの近隣に対する不動産の価格について大きな影響を与えるっていうね、えー、ことで考えなきゃいけないっていうことなんですよ。で、えー、そこで、えー、2022年問題はそれだけじゃないと。これね、1992年に、えー、この指定を受けて30年だよね。2022年になります。で、あの、指定解除が可能になります。これ30年で満了すればあ指定解除できたんだけど、途中で死んだ場合ですよ。で、これ、 ねえー、死んだり障害があった場合はここで指定解除ができたの。ところができたところで、えー、どうなるかっていうとですねあのー、この営農、えー、の,の、ね、納税猶予を受けてればあ要するに相続税はそんなにかかんなかったんだけど、ねえー、例えばですね、えー、ここであのー、ねえー、途中で。 この売却したりした場合に、えー、宅地並み課税になって、で、ね、えー、指定解除になると、どうなるかっていうと、この途中でし、途中もしくはこの解除をすることによって、えー、相続税はね、遡って支払うことになるわけ。だから、あ要するに、え例えばバブルの頃に、そのね、今みたいに世田谷で、近隣路線化がすげえ高い、土地のところにある農地というものが、 ですね、えー、まあ死亡により相続をしてで営農してた場合指定解除するとその時に遡って税金を納めなきゃいけないっていう問題が,、うん、が発生するわけで、えー、そのねあのー、問題が発生するとですね、まあ、ちょっといろいろ細かいことあるんだけども生産緑士30年指定解除されます。でそうすると買取の申請を すするんですけども、まあ、買い取りの申請をすると市街市町村で買い取らないという結論が出るのに1ヶ月かかります。で、えー、そうするとね、えー、納税ゆゆ分の納税をこの2ヶ月でしなきゃいけないっていう単純な話じゃないんだ。だからこの時に、ね、お金を用意しななきゃいけないでそれで購入希望者があ今度斡旋するのには2ヶ月間くらい。 で、えー、指定それで、えー、指定解除になるので全部で4か月かかるんだよね指定解除するのに。うとこの時点で金をさ用意しなきゃいけないわけだよねだから当然だけどもそのお金を借り入れをしなきゃいけない。で今は金融機関も担保だけ融資しないからあ要はね開発業者とかあ転売業者とか、まあ、そういうところに頼んで宅地化しなきゃいけないっていことなんですよ。だこの手続きがあですね、えー、全部 で、指定解除の後にやらなきゃいけないっていうことなんですよ。だから、あここで、えー、資金繰りがおかしくなって、えー、ですね、あのー、まあ、あこのお、生産力士の所有者っていうのは大変な問題なんですよっていうこと。で、これ結構気がついてない。で、あの、ぼーっとした人多いんだよ。<laughs> 結構農家の人ってさ、で、気がつかないからさ、ね、ぶつかってから気がつくっていう人が多いんだよね。で、まあ、じゃあ、例えばここで死んじゃったとするよね。 そうすると、どうなるかっていうと、相続税の、ね、納税するのに、期間10ヶ月だから。ってなると、これも間に合わないわけ。とにかく死んでも解除になっても、お金が間に合わないんですよ。だから事前に用意しなきゃいけないってことなのね。だから、まあ、ある意味ではですね、この生産緑地っていうのは、当時は、ね、30年前には、その、ね、えちょっと社会問題化したから、 ああね、この生産緑地の、おね、えー、手続きを取れば、納税猶予ができた。ね。だけど、納税猶予ってのはね、免除じゃないから。から結果的に、じゃあ今後どうするんですかっていうことなんですけども、まあこれね、あのー、まあ、やめてしまうと、まあ20%以内の、の転用であれば、その割合で納税が確定できたり、えー、利子税払えばいいとか、まあいろんなね、細かいことがあるんだけども、あのー、まあ、 ですねえー、平成29年にこれもねあの、まあ、僕がこの本を書いて、えー、若干ねその社会問題があのクローズアップされてでそういう中で、えー、平成29年にはですね、えー、都市、えー、緑地法の一部を改定する法律ということで、まあ、市町村が一定の基準300平方メートルの元面積要件を条件で変更するように するという改定が予定されてで、えー、面積要件300平方メートル以上のとなった場合は東京23区では7、8割の農業について生産力制度が適,適用されますとで、まあ、地元の農産物等を用いた商品の製造加工販売や農産物を用いたレストラン施設を設置することができるようになりました。 で、あとは、生産力指定から30年経過が近づいていた農家については、農地については、農地として保全することが、ね、良好な都市環境のために有効であるものと、市町村長、市町村が、えー、特定生産力として指定して、買い取りを申し出することができる時期を10年間先送りにしました。だから20に、2022、え、年、ー、の問題は、まあ、10年間またさ、ね、先送りができるようになったということ。 なのねだからまあ、うん、実際にはですねあのいろんな問題点を常に先,先送りしてきたんだけどその先送りの問題点って何かっていうと地価下がが下がってるところですよ特に、えー、三浦の場合だと、ね、当時例えば路線価すごいバブルの頃に高い、えー、路線価だったよね。でその1992年に生産緑地の申請をしたって その後にすぐに例えば、えー、亡くなっちゃってねでその後継者が営農した場合その路線価の一番高い時の要するに納税猶予になっちゃうから例えば今ね三浦市だとどうなの、うん、地価がさ半分とか3分の1になってるんじゃないで特にねあのー、商業地域なんか言うと、まあ、僕の聞いた限りでバブルの頃ね、まあ、この山田屋だってさね 前年路線化すげえ高くて、自家ではさ、ね、あのー、えー、壺100万超えてたからね。で、それでも買えなかった土地なんですよ。今どうですか <laughs> ?30 万くらいになっちゃった <laughs>。4、四分の1くらいになっちゃったんだよ <laughs> ってことは、ね、例えば、ね、その壺100万の時に、相続税の、要するに、ね、えー、相続が発生した。で、ね、で、相続税が50%としたら、 ね、それを猶予してたとすると、壺あたり50万円で、ね、納税を受けてて、今こう売ったら30万とすれば、相続税払うお金にも足りないんだよ。っていうような現象が世の中でずっと起きちゃってるわけ。危険でしょってこと。うん、だから、まあ、ある意味ではですね、えー、まあ、納税猶予ね、えー、っていうのは、僕は危険な賭けだったんじゃないかなと思うんだよね。まあ、あの時はね、まだまだ不動産が上がると思ってたから、 あのみんなそうやって言うしたのかもしれないけど、まあ、そうはいかないよなってことなんですね。で、えー、まあある意味で一部解除による、まあまあ、これちょっとねあのうーん地主向けのセミナーなんで皆さんにねあのー、まあうーんそぐわないかもしれないんでちょっとさ送りますね。でもしそのえっ、ー、とーね生産力士を持ってる方がいてご相談に、ね、もしなるんあ来ていただくんだったら全部説明しますよ。あのー、だってね あの、本書いてんだから <laughs>。とりあえず、ま、いろんなね、区画整理を使ったりとか、ま、いろんなね、あの、この営農機関もね、こう、うまく開発業者と、あの、事前に打ち合わせしとけば、資金ショートしなくて済むとか、ま、先にね、整備進める場合、ま、道路を入れとくとか、ま、そういうことは先にできるから、ね、そういうことを進めながらですね、準備をしなきゃいけないということ。だから、特にね、あの、地価がそれほど高くない。 バブルの頃から地価が大きく下がったね、えー、生産力資の所有者の人はよく考えなきゃいけないよってことなんですね。まあいろいろこういうやり方があります。ね社会福祉事業なんかもこれで大丈夫ですし、あ使えば大丈夫ですけども、あの社会福祉施設ももうほとんど許認可取れなくなっちゃったからあーなかなか土地活用としては難しいんじゃないかなと思いますね。でまあちょっとこれはね。 先送りしてですねじゃあ、あの、皆さんにね、まあちょっとこう、あの、生産力士の所有者じゃない人に、どのような影響が来るかっていうとですね、あの、まあえっと、これね、2022年を待たずして、土地の供給が始まりますよ、いうことで、もうこうすでに起きてるでしょ僕ね、言った通りだ。で、えー、賃貸住宅などの供給が加速する。もう加速してるでしょね、言った通り。で、ね、ストロー現象が一番怖いってこと。 それ何かっていうと、ねえー、例えばだよ、ねこのね、例えばですよだからこ,れこの絵がそういうことじゃないっていうことで例えばなしなんで変な誤解していた,だくない,いただきたくないんだけども、まあ、例えば中心で、えー、不動産の供給が過多になる、ね、そうすると吸収されるとこが出てくるわけよ。 例えば、あの、東京都内の物件が供給されれば、まあ、横浜辺りに住んでる人が、あ、ね、東京住んでんだら東京移ろうかな、ななるわけだよね。で、東京に移ります。そうすると、ね、そこに今度吸収されるとこがあるわけよ。ね、横浜に、あ、横浜ね、供給されたんだら横浜引っ越そうか、不便なとこからね、移ろうかな、なるわけだよね。で、不便なとこから移るよね。そすると、この次だよ。この吸収。ね、例えば今起きてるのが、まあ、 起きてるといか、今はこのコロナでね、少し、あの、こっち戻ってきたけど、その前までどうでしたか全部、ね、横須賀とか三浦とか横浜に引っ越した。ね、横浜の人は東京に引っ越した。っていうことになってて、吸収されるところ、ね、えー、っていうのが、ああ、どうなっちゃうのってことよ。ね。だから、逆に言うと、ね、まあ、結局ここの、おね、吸収された側のところが空室が増えるってことなんですよ。 まあだからあ、ね、このコロナのことで、多少はね、あのー、郊外型の住宅が売れたりしてるけども、今度その郊外型で移った人たち、今度またこの首都圏に、ねえー、人が移動してるってことになると、もう今はこの首都圏に人が集まってきちゃうっていうことなんだよね。だからまあそういう面ではですね、えー、逆に吸収される側、ねえー、だから過密化するエリアと過疎化するエリアっていうのが、 加速化の生産緑地の場所がさ供給されたってどうとこないけどさやっぱ首都圏がねえの土地が供給されるとまあなかなかねいろんな意味で、えー、ですねあのー、大変な時代になるんじゃないかなってことが予想できるんじゃないかなと思います。まあ,う、ね、あの生産緑地解除の問題で、まあ、近隣の対処法としては、まあ、資産の見直し急務ですねってこと。 ね、であと2022年を待たずして、まあ、作戦が必要ですねということで、えー、これはもう、まあ、僕のところに相談来た方は、まあ、いろんな手を打ってますでもう実際にね、えー、生産力士解除してで一部の土地を売ってもうお金払ってでそのお金で首都圏で、えー、アパートを買ったりしてる方いっぱい出てきてますね。であとはあねあのうーん。 まあこのねチャンネルを見てる人の中で、まあ、農家の人とか地主さんって結構いたりするんだよね。でこの農家の人とか地主さんの人はねなんか先祖代々の土地だからっていうのにこだわりすぎてんだよ。だから例えば、ね、相続税50%、ねえー、払う人が、ね、そのずっと土地を保有しててねで、えー、例えば更地、ねえー、を持ってて、えー、結果的に。 相続税を払うために、そのさらちを売るとか、ね、収益物件を売るとかして、ね、相続税を当てたとするよね。で、当てると、ね、相続税は50%になるわけじゃん。ところが、今は長期譲渡税率ね、あの、5年以上経てば20%済むんだよ。だから逆に言うと、死んだ時に50%を払う相続人がいるわけだよね。非相続人じゃないわけだよね。その、 子供たちが払わなきゃいけないわけじゃん。だから、子供たちに50%の借金を抱えさせるっていう意識を持たないと。で、本当だったら、非相続人が亡くなる場合だったら20、20%で済むわけだよな。だ、その現金を他に変えたりすればいいのに、それを怠惰なね、ことしてるから、あと、ほら、なんだ、ね、その、先祖代やの土地だとか行っちゃってさ、あのー、不良しさんいっぱい抱え込んでる人いっぱいいるよね。まあ、特に、<laughs> こ多いよ <laughs> ほんとね今お金に変わらないよこの土地っていうのをね持っててねで結局創造が始まるとバタバタっとねどうしたらいいんだこう、ね、で僕の子育てる人もねあのいるわけだけどもそうじゃなくてもっと前に、ね、手を打つべきは打つべきなんだよねっていうことをまず、ね、考えていかなきゃいけないっていうことですね。だから売却もねあの逆に言うと 先祖代々の資産をもらって、それをお金に変えて、有料資産に変えた方が、先祖も喜ぶと思わないっていうことなんですよ。で、まあ、それを一応頭に入れた方がいいなと。あと、小規模タ地の評価源を活用する相続対策なんかもできるし、まあ,あ、賃貸住宅だけに固執しないニーズに合った投資なんかをしながらですね、まあ、あ,あとはあ、既存のね、そのリニューアルとかリフォームなんかをしながら、あですね、えー、お金の資産活用だよね。 いうことをですね、えー、検討する必要があるんじゃないかなと思います。特に生産力地持ってる人って結構ね、相続税で痛い目いっぱい見てるのにさ、また子供に痛い目見させるつもりっていうことになっちゃうのよ。うん、って僕は思うね。うん、っていうことで、まあ、あのー、相続税の課税計算システムなんかも、こうやって絵にすると簡単なことなんだよな。だから、あまあ、そのね、えー、生産力地の保有してるものと、えー、各、 その自分の持ってる資産等を一回見直して、ね。で、ね、今打つべき手があるんであれば、前倒して打つべき手を打つということ。で、10年間延長されるけども、10年間また怠惰にさ、ダラダラしてると、また相続始まっちゃったりするじゃん。そうすると、この後継者がまたこの生産緑地について困ることになるわけじゃん。だから、生産緑地はね、あの、納税猶予を受けてる方は、ぜひね、 えー、2022年にもう一度資産の見直しを考えた方がいいと思うんですね。えー、というのが、あのー、まあ、今日のね、回答なんですけど、ね、この生産緑地について、ね、えー、不動産業者の立場として、ね、じゃなくて、僕は本書いてんだから。<laughs> わかる生産緑地のこはね年のうちはこう変わる。これまだね、新刊で売ってるから。ね、えー、というのは、実はね、あんまり売れてない。プ <laughs> ラチナ出版 <laughs>。 <laughs> もうお前タイトル好きやって絶対間違えたんだろうって言ってんだけどさまあしょうがないな、うん、だからう本当はだからね生産力士の問題をもっとクローズアップしたねタイトルしたらよかったんだけどなんか都市農地はこかるっていうかな、ね、農家の人の本になっちゃったからそんなにね読むやついないんだよなでも内容はこういうことだからもっと具体的にねあの打つ手が書いてあるから是非、まあ、ねあの買っていただきたいなと思うんだよね。中古で買っちゃダメだよ 新感買って、<laughs> そうしないといいじゃんってこないから <laughs>。ということで、生産力値についてね、ちょっと細かくお話をしました。まあ、それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、 入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。